校内駅前駅裏仮駅舎時代隣接する待合室に設置されたピアノ。この廃駅は熊本県玉名郡玉東町大和座小の葉にある九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である。駅名は玉東町の前身である小の葉村にちなむ。小の葉の地名は玉東町の北方にある小の葉山が由来である。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線。 合計2面3線のホームを持つ地上駅。互いのホームは古戦橋で連絡している。九州新幹線全線開業以前は、当駅で普通列車が特急列車などの対比をすることがあった。かつては蔵を模した木造駅本屋が存在したが1997年に放火により消失し2008年までは2乗分ほどのプレハブカリ駅舎で業務が行われていた。現在は、 交流サロンこの輪という町のコミュニティ施設が建設され、建物端に設けられたスペースで駅業務が行われている。また、出入り口は北側にあるが自由通路があり、南北を行き来できる。新玉名駅が管理し、玉東町商工会が駅業務を行う、簡易委託駅。マルス及びポス端末の設備はない。 近距離切符の自動券売機が設置されている。2016年からの1日平均乗車人員の推移は下記の通り、玉東町の中心部に近い位置にある。駅裏には農地が広がっていたが、現在は宅地開発が進められている。ABCDEF、週刊 JR 全駅、全車両基地33号熊本駅、カレー川駅、大畑駅ほか、 朝日新聞出版、週刊朝日百科、2013年3月31日、23ページ。交通新聞、P1、この廃棄包む優しい音色玉頭調、ピアノ設置、自由に弾いて、2020年12月6日閲覧。ただし、2番乗り場は現在、使用停止中である。駅別乗車人員、ありがとうございます。